メモリ。そうです、こちらがメモリで、これがグラフィックボードです。あ、これがグラフィックボードで隠れちゃってるんですけども、これが CPU クーラーで、この後ろに CPU があります。 あるんですね。そうです。でこれが電源、電源ですね。でこちらにハードディスクと、この小さいのが SSD、SSD、はい、でこっちに、光学ドライブですね。あの DVD とか見るような。ああ、ここからで来るやつですね、はい、なってます。でファンってことですか。そうです、一応ファンは前面にもついてます。基本の時の流れは前から空気を吸って後ろから流していくっていうような流れになります。なるほど。でまあその電源が、上位モードに変えると何が起こるかっていうと、はい、中のコンデンサが、安いここら辺のモデルだと基本的には台湾製のコンデンサとかだったりするんですね。けどが上のシーソニックっていうメーカーだったりすると日本製の電源に、あのコンデンサに変わります。で普通のキーボードってそんなに矢はあの強くないんで、あのやっぱり何回も使ってるとどんどんあの勝手にこう一回押しただけなのにすごい、認識しちゃったりとか押しても反応しなかったりとかがあると思うんですけど、そういうのは基本的にないっていうのにプラスして、これ打ってもらって分かるかどうか分からないですけど軽いんですよ、すごい。キーのタッチがこれ普通のものだともっと重いんですよね、キーが。あ、本当だ。ストロークの距離も短いんでちょっと分かりにくいかもしれないですけど、このメカニカルキーってこれ一番軽いキーになります。荷重がいろいろあるんですよ。荷重がいろいろあるんですか。はい、これは一番軽い荷重のものです。なんでこれが確か、45g プラマイ5ぐらいだったかな。45プラマイ 5g で一応落ちるものに対して、ね、こっちのチャジクだったりとか、あとはあチャジク、青ジク、この辺は荷重が 10g 違ってきます。黒ジク 55g とかになってるんでちょっと重めなんでその自分の好きなスタイルに合わせてやったりとか、あと、まあ、この底打ちの音ですよね。この感覚っていうのがあのメカニカルキーっていうのは好まれます。普通だとこういう風ないわゆるそのタイピングしてますよっていう音ですよね。こういうのはあんまり普通のキーボードと組んでないんで、こういうのに憧れてっていう方も。なるほど、すごい面白いですね。